じゃあすいません、あの一応時間が なってないな、ならないけど、とりあえず手元の時は9時を過ぎたんで、始めたいと思います。で、皆さん朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。で、お手元のね、この資料、もらってない人もらってください。これとね、あと裏紙、これと一応あのセットでお持ちください。で、まあ、この電子商取引という事業を、一応毎年、開講させていただいているんですけども、一応ね、この事業いろんなマルチメディアを駆使していろいろやっていこうかなと思ってます。で、今私もこの今私しゃべってる様子、今これ動画実は撮ってるんですけど、まあ、今回から、毎回事業の様子をね、ちょっと動画に全部皆さん顔を収めないんで、まあ、何やってるかっていうのをちょっと分かるような感じで収めさせたこと了解いただければというふうに思います。で、真ん中の画面に、今なんかこんなものが映ってますよね。で、これね、毎回受講生の人に、毎回じゃないですね、毎回かな、まあ、ほぼ毎回に近い感じで、いろんなトピックを選んでもらって、でプレゼンしてもらってます。大体ね、10分ぐらい、10分か15分ぐらいで、一つのチームに、プレゼンしてもらってってるんですけども、まあ、それは別に一人で組んでやっていただいても結構ですし、二人やっていただいても結構ですけど、まあ、こんなイメージです。で、それを全部ね、YouTube に全部アップしてます。ですから、今これ多分ヘッドホンつけてると音声も聞けると思うんですけど、家で見れます。で、こんな感じで私のブログが一応ところ立ち上がってるんですけど、このブログの、電子商取引っていうことでね、水曜日の部分をこう集中的に見ていただけると、電子商取引の、まあ、いろんな試みでやってるんですけど、内容をですね、一応こっちに載せてます。で、電子商取引プレゼンデーとかね、こんな感じ、4月14日みたいな感じ。あと、これちょっと余談ですけど、千賀利貫通クラブっていうのが近くにあるんですけど、そこ感覚が運営してるんですけど、そこのアルバイトの募集の情報とかちょっと載せてますけど、これと、あと電子商取引ほかって、例えば21日の、電子商取引のこんな感じで、で、プレゼンの様子がですね、こんな感じで見れるようになっています。ですから、まあ、今期は一応大体その事業を通して何やったかっていう話も含めて、データベース化するってことで、一応私の手元にあるこれで取らせてもらって、あとそれプラスこんな感じでプレゼンの様子をね、こう撮らせてもらうっていう感じで、進めていきたいと思います。で、顔をね、出すのが嫌だっていう人はサングラス着用 OK ですんで、変装グッズ持ってきたりでも結構ですから、ここで発表資料するとき、これなんか例えばミッキーマウスかなんかの格好してやるとかね、ミッキーマウスの格好するもしかしたら著作権違反なのかもしれないですけど、まあ、変装グッズですよね、サングラスも何でも結構ですから、つけてもらって、発表していただければと思います。で、まあ、具体的にどういう講義の進め方をするかっていうのは、これからじっくり今から説明していきますんで、もう一個ね、お手元にこんな、別の画面出しましたけど、 M ドライブをちょっと開いていただいて、 M ドライブの中に松村寛一郎事業っていうね、このフォルダーがあるんですよ。で、 M ドライブのここに松村寛一郎事業っていうのがあって、この電子商取引っていうのがあって、ここ全部ね、過去ので、ね、2006年から一応電子商取引を始めてるんですけど、2006、2007、2008年、2009年、2010年の、電子商取引受講生のファイルが全部入ってます。ですから、これもぜひ参考にしていただいて、まあ、他の人がどういうプレゼンやってきたかっていうのも含めて、総合的にね、いろいろ勉強していっていただけたらというふうに思います。ですから、基本的にはプレゼンを やってもらいますし、それに対して質疑応答もありますし、あといろんなそのトピックとかね、いろんな話をこう紹介して、あと、まあ、ネットがあるんで、ネットでいろいろちょっとウェブで、なんていうんですかね、こうみんなに実際に検索してもらって、いろいろと見てもらうというようなね、そういう形の、事業の進め方を、していきたいというふうに思います。で、あとお手元にね、この色紙ちょっと加わりました、この 色の紙ね。で、これは毎回し事業 まあ、昔からそうなんですけど、事業 の感想とか意見とか、そういった情報をね、こう書いて
もらって最後出してください。出席点取ります。で、一番最初に学籍番号はやっぱりちょっとね、あの名簿作る上で学籍番号非常にちょっと重要なので、学籍番号と自分のお名前とあとパソコンのメールアドレスですね。もし別にパソコン、PC、携帯の方がいいっていう人は別に携帯書いてあっても結構ですけど、時々なんかその PC から送ると、携帯が跳ねられちゃうんですね。あ、ごめんなさい。前の方に資料取りに来ていただきました、この辺。で、それを、書いていただいて、あとコメントね、何でも結構ですから、意見を書いてもらうっていうようなことを、していただけたらと思います。で、まあ、今日は多分皆さんまだお試しの段階だと思うので、まだ履修届出してないですよね。ですからまだ履修生が一応確定しないんで、自己紹介とかね、なんかその他諸々の話は来週以降に来週にしようかなと思うんで、今日はまあ話の方で一方的に喋りつつ、まあ、こんな話がありますよねっていうことも含めて、一応流していきたいというふうに思います。で、そうやってその、いろいろとメールアドレスとか書いていただいたやつに関しては、その毎回その、まあ、メーディングリストってわけじゃないんですけど、みんなのアドレスをね、ドーンと並べて、まあ、こんな感じのものがありますよねって言ったような情報をね、いろいろと皆さんに、URL とかね、なんかそういったいろんなイベントの情報とか、なんかそういったものを、皆さんにこうお流しするといったような、そういう進め方を考えています。で、まあ、とりあえずどんなことをやるかということを一応説明させてください。まずこの電商取引というこのテキスト、これをちょっとまず見てください。でちょっとね、枚数が多いんで字がちょっと小さくなって申し訳ないんですけど、これ もしもうちょっとこれ半分にするとこのさらに厚みがね倍になっちゃったんで、ちょっと薄めにしたんですけど、毎年ね、まあ、この テキストみたいなやつを、配ってます。で、本当はこれはね本にして出版して出そうかなって話があったんですが、結構目まぐるしく変わってるんですよね、電商取引の時代っていうのはね。で、ついこの前までは、なんかミクシーとかあるいは掲示板みたいなものがすごく脚光を浴びたのが、どうぞ前の方に資料ありますね、取りに行ってください。これ今この話をしてるの、これがないと多分話についていけないと思うんで、ミクシーとかね、なんかそういう話になったのが、今はもう完全世の中の時代の流れはね、ツイッターとかね、あるいはフェイスブックとか、日本だとまだちょっとフェイスブックがいまいちまだちょっとあまりそんな伸びてないかなっていう気がするんですが、まあそういう、ね、目まぐるしく変わってるんで、なんかいつの間にか出版するっていう話がだんだん消えてっちゃったんですね。でも、まあ、いつかは まとめて出版したいなと思ってるんですが、いろいろこういうものをやってます。で、ここにね、大塚さんというその女性の方がここにポッと出てるんですけど、この方はですね、IT コーディネーターっていうね、IT インストラクターっていうんですかね、経済産業省がやってる、企業のね、IT 化を強烈に推進する、事業が あるんですよ。で、特にその中小企業さんを含めて、まあ、今回の、ね、震災で随分明らかになったんですけど、日本の企業がね、随分オンリーワン企業だってことが分かりましたよね。サプライチェーンマネジメントとか言って、その物流の流れを作った、極めて精緻に作ったがゆえに、まあ、今回震災による、まあ、いろんな脆弱性が出てきちゃって、生産全部ストップしちゃったっていうのは結構問題も起きてるんですけど、まあそういったその、いかに効率を追求してね、こう、物事、物の流れをうまく回していくかっていうようなことを、まあ、企業さんに対してコンサルティングをするというような仕事があるんですけども、まあ、その仕事をやっていただいている方の協力を得て、まあ、その IT コーディネーターの実際のセミナーでね、使われているような素材とかも叩き台にして、内容を作りました。ですから、まあ、どんな内容があるかって今からとりあえず皆さんと一緒に、流れをいろいろと見ていきたいなというふうに思います。で、まあ、その前に若干なんで私がこの電子取引の事業をするようになったかっていうのを、そもそも経緯的なものを含めて若干ちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが、まずですね、そのインターネットね、電子取引っていうと何とかイメージとしてはなんかインターネットを使ったネットショッピングっていうイメージ、どうぞ前に資料ありました、取りに行ってください。ネットショッピングっていうイメージがどうも強いんですけども、多分そうじゃないだろうということで、もともと私が一番最初にインターネットとの出会いっていうのは、私自身大学がですね、北海道大学っていうところの、前の方の資料取りに行ってもらえますか。これも、こっちも、こっちも出てきてくれ、これも、裏紙で。
まあ、地球物理学っていうのを勉強してました。で、地球物理学っていうのは何勉強するかっていうと、海洋とかね、あと地震とか、なんだっけな、あと火山とか、なんかそういったものをいろいろ勉強する学問なんですけど、かなりね、そのインターネットを一番最初から使い始めたんですよ。もうそれこそ1980年ぐらいの、アメリカのね、なんかそういった、軍事目的で、インターネットのシステムが、できつつありましたけども、まあ、そういった世界中でいろんな気象情報を集めて、解析をすると例えば台風の上陸が予測できるとかね、なんかすごいいろんなことが分かってたんですけど、まあ、そういう感じの、解析を始めが本格的に始まったのは1980年代の、多分もう早い時期から始まったんですよ。で、まあ、たまたまそういう地球物理学っていう分野にいたんで、インターネットをね、実は早い時期から使ってました。メールやり取りしたりとかね、当時まだネットスケープとかいうのもまだ出てなくて、その前のモザイクっていうのがあるんですけど、モザイクっていうのがそのハイパーテキストラングイッチに、まあ今 HTML っていう言葉で残ってますけど、画像と文字をねこう貼り付けてみたいな感じの、そういう時代に私はなんかたまたま皆さんと同じ学生時代を送ってました。で、ぜひね、インターネットの一番最初のね、一体何が全ての始まりかっていうことで、ぜひちょっと一つ見ていただきたいのは、まあ私がやるかな、みんな多分みんながアクセスすると多分固まっちゃうんで、ちょっと、まあ、画面をちょっと真ん中の皆さんのディスプレイの真ん中注目していただきたいんですけど、一番注目って衝撃を、世界の注目衝撃を上げたね、サーバーがあるんですよね。これコーヒーサーバーっていうのがあって、これ多分そういう話聞いたことないですかね。コーヒーサーバー、ケンブリッジかな、ケンブリッジ大学のこの世界一有名なコーヒーポットって、こういうの、ご存知ないですかね。オンラインコーヒーポットっていうのがあって、ケンブリッジ大学のコーヒーサーバー中継ってあるんですよね。で、これが一番最初に、始まりました。で、これかな。まあ、全てのインターネットの基本はね、これから始まったの。ケンブリッジ大学のトロジャンルームコーヒーその起こりっていう感じで、これぜひ後でまた見ていただきたいんですけど、これで出てくるかな。ケンブリッジ大学トロジャンルームコーヒー。これあまりにもね、有名ですよ。トロジャンルームコーヒーマシンってやつ。これです。これ。このページが、一番最初のインターネットの、なんていうんですかね、すべてをこれに象徴されてるんですよ。で、どういうことかっていうと、まあ、我々みたいなね、例えば地球物理学とか勉強してる、学生さんが、まあ、よくね、大学の研究室でみんなコーヒーよく飲むんですよ。みんな論文書いたりとか実験したりとかしながら、でもその合間を塗って、コーヒーを飲んだりとかするんですけどもね。そうすると、それの部屋に、まあコーヒーってのは一応その、なんていうか、秘書さんがいるような部屋とかにあるから、コーヒーをね、取りに行っても、空っぽのことがあるんですよ。空いてないことが。だからもう一度最初からコーヒー豆を入れてコーヒーを入れないとダメだっていうのは結構多々あるんですよね。で、そうするとそれは面倒くさいじゃんっていうふうにみんな思いますよね。なんか隣でそのコーヒーが何て言うんですか、あるっていうことが分かればいいじゃないっていうふうにみんな誰もが思うはずですよ。で、それを考えた人がいて、カメラでそのコーヒーサーバーを映して、で、定期的にそれを変換させる、信号としてね送るっていうことを初めてそのケンブリッジ大学の学生さんが考えたんですよ、ね。ですからこれが全てのインターネットに、今みんながいろいろと利用しているサービスがありますけども、そのサービスの全ての始まりはここから始まったといっても過言ではないんですね。で、もしこれをこのシステムをこのケンブリッジ大学の人はビジネスモデル特許みたいな感じでね、この特許を取っていたとしたら、今我々が利用しているインターネットサービスに関しては、全ての人が特許料をケンブリッジ大学に対して
払わないとダメだって言われてぐらい、これ衝撃的なことだったんですね。ですからこれにヒントを得て、例えばアメリカの方の大学ではコカ・コーラのね、自動販売機で、コカ・コーラが売り切れになってないかどうかを確認するとかね、だからそういったようなシステムを作りました。で、日本はね、1994年まではインターネットの商用利用というのは認められてませんでした。でそれまでは日本でそのインターネットを使って本格的にサービスとインターネットを使って実験をしていたのは、かなりモブリ的な話なんですが、慶応とね、慶応義塾大学と、北海道大学と、あと東京大学と、ね、電気通信大学、この4つだけだったんですよ。で、特に当時はファクシミリでね、要するに電話回線使って書類を送るってことも違法だったんですね、電電公社の時代は。あ、ごめん、前に資料ありますが、これ取りに行ってください。ですからそういったところを一つ一つですね、皆さんが何て言うんですか、その解決していったっていうのはインターネットの歴史ということです。で、その IIJ っていうインターネットイニシアティブって結構有名な会社ありますけども、それは東京大学の電子計算機センターの先生だった鈴木さんっていう方がおられるんですが、それ裏側にね、それを持っててください。どうぞ前の方に資料、その方が始められたサービスなんですけど、日本で初めてのね、商用プロバイダーが、そういう形で、始まっています。ですから、どうぞ一部ずつ持っててください。ですからそういう形で、日本で1990年に初めてインターネットサービスが始まって、で、現在に至るといったような状況になっています。で、私のそのインターネットとその商売との関連というのは、当時インターネットが初めて商用化が認められたときに、私はサマー総合研究所っていうその、今の東京三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングっていう会社の前身なんですが、その会社で働いてまして、で、その、当時の取引先の企業さん相手に、インターネットセミナーみたいな感じで、インターネット使ってこんなことできますよねみたいな感じのことを始めたのが、そもそもインターネットとの始まりです。私自身は残念ながら全くそのインターネットを、要するに技術者としてのどうかやってたってわけでもなく、たまたまね、流れとしてなんかインターネットの世界に入り込んでって、で、インターネットを使ってなんかいろんなことできないかなみたいな感じでやってきた経緯があって、それで多分そのメディア情報学科っていうのができた時に、電商取引っていう事業をね、ちょっと持ってくださいっていうような依頼があって、で、それで皆さんと一緒にこういろいろと相談しながら、だんだん今の形に、内容が進化してきたというのが、そういう経緯になります。ですから、この電商取引という名前を見ると、なんとなくホームページ使ってインターネットでこう商売するのかななんて思うんですけど、決してそういうわけではなくて、ある意味ではその経営学ですよね、いわゆる経営情報というか、どうぞ前の方に来ていて、これ資料取ってください。経営情報というか、経営学のね、なんか事業をこう気に来ていただいたかなみたいな感じで、ぜひ皆さんに積極的に事業に参加していただけたらと、裏側も持っててください、そっちもと思います。よろしいでしょうか。じゃあとりあえずお手元の資料に基づいて、バーッとね、一番最初なんで、どんなものがあるかって、まず内容 の全体像を今から説明していきたいと思います。で、その上でちょっと皆さんに初っ端なんですがやってもらいたいことがあるんで、それをやって、今日の授業は、とりあえず流れとしてはおしまいにしてみようかなということを考えています。で、まずじゃあちょっと座らせていただきますが、まず、1枚目ですね。一応ページ数で言うと 1,2,3,4 のところですが、2004年4月からこれ一応始まりました、この電商取引の講義はね。で、多分この辺のメンバーもね、結構第1回のメンバー結構面白いメンバーがいて、結構ね、曽根田さんとかいうこの女の子はなんか安藤忠夫の事務所で働いたりとか、あとなんかね、結構 何か今でもお付き合いあるんですけど、カズさんっていう子は競争で働いたりとか、あとね、なんかこの辺のメンバーで、Google 行った人間も何人かいますよ。 Google とかね、あと Yahoo とか行った人間何人かいて、結構みんな活躍してくれてますね、第1回のメンバーね。で、2005年4月あって、2006年4月、でちょっとこの2006年2007年では若干ちょっとね、IT バブルが崩壊したっていうのもあって、若干ちょっとその人数が減ったんですよ。
でまた2008年になってだんだん盛り返してきて、2008年2009年2010年とで2010年、昨年初めてですね、あの理工学部の人の、ね、比率は逆転したんですよ。でちなみにすいません、今年今ちょっと手挙げていただきたいんですけど、理工学部の人ってどれがいます？はい、あ結構いますよ。逆転してますね。あ、ありがとうございます。あ結構理工学部の人がね、去年の2010年の受講生からあの6割超えたんですよ。でパッと今見ると7割近い人がなんか理工学部の、ね、なんか人で、結構なんか口コミで広がってくれてるのかどうかわかんないですけど、あの総合数学部の学生さんがちょっと減ってっていうのはちょっと残念なところなんですが、あの理工学部の学生さんのね、受講生がなんか着実にね、この数年間なんか増えてってるなっていうのが一応あの感じとしてあります。で、6ページ目ね、6ページ目はこの数字の5、6って数字でちょっとあの全部説明してきますんで、ちっちゃい数字のね、6ページ目、講義の進め方ね、毎回トピックを指示するとかいう感じで、トピックを指示します。でそのトピックに関連する、前年度の受講生のプレゼンテーションファイルをサーバー上にアップするっていうか、もうサーバー上にアップしてます。こんな感じでね、今真ん中画面出てますけど、ここに全部アップしてます。2006年から一応全部アップしてるんですよ。2006年、2007年、2008年、2009年、2010年とアップしてます。で、まあ、昨年度のものを上回る内容のものを発表することをぜひ試みてください。で、別にその、大体例えばあのトピックって言ってもね、そんなに細かいことありますよ。例えばコンビニのセブンイレブンの戦略について伸びようとか、そういうことはやらなくて、例えばあのコンビニエンスストアみたいな感じのね、そういう緩い縛りでやります。そうするとね、あのコンビニエンスストアってやると結構面白いのが、どこのコンビニエンスストアがいいかみたいな感じで、みんないろいろとあの自由な発想でね、いろいろと出してくれます。で、まあ、その辺はまたあの今日の終わりの方に一応指示しますんで、ぜひ発表する人も含めて、来週以降募集しようかな。今日はもう募集しないんで、まだお試しなんでね。で、まあ、そういうものを発表することをぜひ試みてください。大体10分ぐらい、まあ、でもあの15分ぐらいでもいいです。あまり長いとちょっと授業のあれがあるんで、発表していただきますね、授業の人に。でその後で、あの一応進め方なんですけど、何人かでね、あの発表者の人は前にちょっとそのまま残っておいていただいて、受講生のメンバーが、何人かでね、こうディスカッションしてもらうんですよ。あの質問を考えてもらうの。3人か4人ぐらいのグループで、何か質問ありますかみたいな感じで、質問を考えてもらって、でその質問に基づいて、あれですよ、あの、またあの発表してる方がですね、答えてもらうっていうことですよね、その質問に対して。でこの質問のやり取りが非常に実は重要な訓練で、まあ、思わぬ質問が出てきたりするわけですよね。想定外の質問が出てきたりするんですが、それにみんなこう一生懸命答えてもらうということで、やってます。でその後ね、あのいろいろ多分その皆さんコメント書いていただいて、いろいろ質問、そこでちょっと分かんないかったような質問とか多分絶対出てくると思うんですよ。でそういった質問が出てきた時に、私が毎回その皆さんにこれからメールアドレス書いていただきますけども、そのメールアドレス書いていただいて、いろいろとね、毎回ここに書いてあるような感じで、メールを送ります。で例えばどういうメールを送ったかというと、これね、北村さん、王さん、ありがとうございましたっていう感じで、これ、ちょっと2年前のやつかな、発表のする YouTube にあったということで、この、電商取引のなんていうの、詐欺サイトがね、中国でたくさん出てきますよっていうことをプレゼンしてくれた人がいたんですよ。2008年ぐらいかな、2008年がちょっと今すぐ忘れちゃいましたけど、で、その彼がですね、一応なんかすごい本格的にね、動画ファイルまで作ってくれて、しかも字幕入りでね、なんか中国かどっかの映像を、中国で放映されている映像をビデオに撮って、それに対して、字幕を撮って、こんな感じで盗まれてしまったみたいな感じの結構凝った映像ファイルを作ってくれたんですけども、なんか出てこないな、なんだろう、多分ね、ちょっと重たいから出てこないかもしれないな、まあいいや。で、まあ、それに対してコメントがあって、まあ、ちょっと字が間違ってます、ちょっと日本製なの高級品はとかいう感じなんですけど、所得が足りない人が多いんじゃないですかっていうふうに言うんだけど、でも人口日本の10倍以上だから、全然
数としては多いんじゃないかっていう話とかですね、あと模造品をなくすにはどんなことがあったかっていう話とかいう話とかですね、あとシャミラさんっていうね、結構美人なんですけど、彼女がうちの研究室に来てたことがあって、でこの電子商取引の講義でね話をしてもらったんですけども、彼女がメールを、こんなメールを送ってたんですね。ユーノー先生と We are still facing the load shedding みたいな感じで、電気が来てないとね。で1日12時間充電してるのよみたいな感じで、なんかいろいろとメールを送ってくれてるんですけど、まあカトマンといえどもね、電気が来ていないというような話を談話してくれたっていうこともあります。でまあ、こんな感じでこう、まあ、メールを打ってるっていう、これ一部のメールの一部の例ですけども、まあ、なんかこんな感じで、メールを送ってます。で、講義の進め方っていうことで、一応まあこれ臨機応変いろんな内容によって変わるんですけども、最初に15分は、昨年度の受講生のプレゼンテーションファイルに関する説明をします。でこのプレゼンテーションに基づいて次回の講義において指示された受講生はプレゼンテーションを行います。でその次の25分で、今年度の受講生ね、今皆さんの受講、皆さんですよ、皆さんによる、前回の講義で小さいトピックに関するプレゼンテーションを、まあ、15分から20分送ってもらうと。で質疑応答をして、次回のテーマに関するグループディスカッションみたいなものを含めてして、で担当を決める時間ね、次誰が発表しますかっていうことを決めて、進めるっていうことになります。で成績評価に関してなんですが、出席点取ってます。これでね毎回出席者取ってます。でただまあ、皆さん教育実習とかね、介護実習とかで、お休みになる人も多いと思うんで、そういう人が出てきた場合には、まあ、事前にねこのコメントを書いていただければ、それに対して、まあ、考慮しますので、出席点は一応50点取ります。ですから仮に全部欠席をすると、50点ね、テストが良くても50点しか取れないから、あとはプレゼンとかで頑張ってもらうしかないですね。プレゼンとかしてくれた人はプラスアルファで点数つけようかなと思ってるんで、そうすると、まあ、なんていうんですかね、まあ、100点近い人も出てくるんじゃないかなと思うんですが、出席とテストをします。でまあ、課題に関しては、まあ、セカンドライフとかね、なんかそういった新しいものに関しても適宜、紹介をしていきたいというふうに思います。まあ、一応一通りね、このテキストを一応毎回持ってきてほしいんですけど、毎回一応持ってきてもらうためにちょっとちっちゃくしたんですけど、一応このテキストの内容を一通り、ダーッと説明していきます。いいですか。で一応今日の話は一応全部こうやって YouTube に載っけようかなと思ってるんで、あとであの時なんか松田さん先生何言ったかななんて分かんなくなっちゃったっていう場合は、ぜひ私のブログを見ていただければ、一応今日の夕方までにアップしようかなと思ってるんで、また見て、何度も繰り返し見ていただけたらというふうに思います。で9ページ目ですね。一応情報システムの基礎用語とか情報技術の基礎用語っていうのは、これ今日残りの時間、あと残った時間で、ちょっとやろうと思います。あとから来た人、前に資料ありますので取りに来てください。あとまだこの資料持ってない人、これ使いながらちょっと説明してるから、今取りに行ってくれる。これないと何やってるかちょっと分かんないんで、これとあとこの 裏紙ですよね、裏紙を持ってってください。で まあ一応ね、電子書籍の概要説明ね、概要解説っていうことで、IT 革命と国の情報化施策みたいな感じで、しています。e-Japan、e-Japan2、あと Ubiquitous ですよね。Ubiquitous Japan とかいうのもありましたけど、まあ今ポスト Ubiquitous まで来てます。e-Japan コースは成功したのかっていう話で、もともとはですね、この電子、国をね、上げて電子取引をしなくちゃダメだっていう話は、ね、森首相がね、頑張って始めたんですね。景気回復の一端としてね。で、2番目、社会の IT 化。ね、これごめんなさい、企業の IT 化はいらなかったな。社会の IT 化、情報化によって、身近な社会にどのような変化が起きてますかということが、まず次の話として行います。で企業の IT 化、ね、情報化によって企業にどのような変化が起きましたかと
ていうことについても議論していきたいと思います。で、経営情報化動向ということで2つ重要な視点があります。で、1つはCRM っていうのがあるんですけど、 CRM ってどういうことか知ってるっていう人、はい、 CRM 聞いたことあるっていう人、ダイナミックで、どうしようかな、CRM を知らないか、まあいいや、これは今答えるのは面白くないんで、どうしようかな、CRM と SCM のこれ何の略かっていうのをちょっと近所の人と話し合ってもらえる、ちょっととりあえず5分ぐらいあげるから、で、そのグループごとにちょっと発表してくる、何の略か、別に何でも思わぬものが飛び出て面白いかもしれないんで、とりあえずちょっと隣同士何人かで話し合ってください。で、ちょっと離れてる人はそっちちょっとくっついてもらって、じゃあ今からすみません5分あげますんで、CRM と SCM は何の略かっていうことでちょっと話し合ってください。まあ答え知ってる人は答え知ってる人も結構ですけど、ちょっとじゃあ始めてください。1、2分でね、簡単に説明ももし加えられるんだったらしてもらっても結構です。あと1、2分で、適当にグループごとに私このマイク、このハンディマイクもわーっと歩くので、何の略かみたいな感じのものを、言ってください。で、まあ簡単に説明をね、 SCM って何、 CRM って何って言った時にぜひ、説明をしてください。まあ、これがね、これは今の日本の製造業 の強みでもあったんですよね。でも逆に今回の震災で弱みになっちゃったというところもあります。いいですかね。じゃあとりあえず、まあ、いいっす、まあ、今日はあくまでお試しだから、ちょっと聞いてみましょう。どうぞ。まあ、適当に話しながら、他の人に話してみてください。CRM は客の満足度を会社が自分たちで調べて生かすもの。SCM も経営を自分たちで効率を生産過程を調べて、それを経営計画に言います。はい、なかなか面白いですよね。どうぞ。後で私答え言いますので、答えっていうか、まあ、答えあってはないようなもんなんですけど、どうぞ、この辺のグループ。カスタマーリレーションシップマネージメント、上昇システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く地方のことです。はい、今ね、ネットを引いてもらった方もいるんですけど、結構重要なのはこれ自分でまずね考えてみると意外に重要ですよ。ネット世代の人たちはみんななんか何でもかんでもネットで調べる癖がありますけど、まあ一体どうなのかななんて自分でこう思いを張り巡らすっても非常に重要なんで、どうでしょう。
活動の管理手法の一つサプライチェーンマネジメントはい、じゃあこの辺のメンバーどうですか。分かんなくてもね、とりあえずね、行ってみることが重要なんで。SCM の意味は、あれ、あのお店あの、例えば、お店にアルバイトしてるんですけど、店舗ごとに情報って共有できないじゃないですか、あの紙とかでデータじゃないですか。それをあの店、どっかの本部とかの一括で、まあ、統合してデータベース化するシステム SCM なんですけど、ちょっと略語を忘れたんで、はい、ちょっと今、はい、どうぞ、こちらの。CRM は情報をデータ化して客の満足度を高めるためのソリューションで、例えば過去お客さんがこの時期どんなものを買ったかというのを調べて、その時期は商品を品切れさせたりしないようにデータで管理するのが CRM かなと思いました。はい、どうでしょうか、この辺の面。はい、まあ、この辺最後です。CRM は、皆さんがおっしゃられた感じでお借りしたと思うんですけど、 SCM はなんか複数のとこが関わってるっていうイメージがあります。はい、なかなか鋭いですね。 SCM は複数ですよね。複数の場所が、絡み合ってます。どうぞ、この辺のメンバーどうですか。そうですね、CRM はですね、就職活動とかでもよくあるそのソリューション営業みたいな感じのことじゃないかなと思いました。ソリューション営業というのはですね、お客様のやっぱ課題やったりとか、やっぱそのシステムを運営するにあたってのその問題をそのお客様の点から見てこう一緒に相談乗って解決してあげるみたいな感じの子ですね。はい、自分で発言するとやっぱ重要だから、それは自信になって。CRM は、顧客が商品を買うときの情報を管理するシステムのことで、CRM は製品の流通の際に、この商品情報を管理するシステムのことだと考えます。CRM ですよね。で、後半が SCM ですよね。はい、どうぞ、この辺のメンバーどうですか。思いつかない、自分の想像で。いや、もうみんなが述べた通りです。はい、はい、まあ、なんだっけ、自分の言葉で考えるって非常に重要なんで、どうぞ。はい、CRM は、カスタマーリレーションシップマネジメント、僕もネット使ってしまったんですけども、情報システムを応用して企業が顧客と関係を築く手法のことで、SCM の方はちょっとまだわからないです。はい、ありがとうございます。いつも2人、そういう感じ。
はい、じゃ あと 2グループ、こっちの手前から行きましたね。どうぞ、この辺のグループ。CRM は、お店とかがお客さんのためにお客さんはお客さん の動向を知るためにカードを作ったりして、で購入履歴とか残したり、あとそういうのに使われたりして、 SCM は例えば商品とかの在庫とか仕入れとかの数とか仕切り方とか何かを簡単に調べれたりするようなシステム。はい、はい、まあ近いですよね。はい、どうぞ。CRM はカスタマーリレーションシップマネージメントの略で、例えば某百貨店で、常連のお客様がいて、例えばその人に対して例えば DM を送って、こういうサービスやキャンペーンがありますよというふうにして知らせて、固定客を、作るのが一つの例だと思います。 SCM はサプライチェーンマネジメントの略で、生産流通販売をチェーンなので一つ効率化させて、書いてるけど経営効率化を図る。はい、ありがとうございました。で、大体みんな当たってますよ。まあなんかこんな感じでね、なるだけちょっと自分でこう考えて、いろいろと進めるような癖をつけるといいかなと思います。で、まあ、CRM って一言で言うとね、お客さんを、要するにこういうことですよ。一元さんじゃなくて、リピーターを捕まえることですよね。CRM のポイントは。だから一番、お客さん、例えば自動車メーカーとかでもそうなんですけど、車好きな人いる、この中。はい。車結構何人かいますよね。スバリストって知ってる言葉。僕そうです。あ、そうなの。なんでスバリストって。僕はなんでスバリスト。やっぱり独特のメカニズムが好きです、うん。ということですよね。スバリストっていうのは、伝統的にスバルの車を乗り継いでる人をスバリストって言うんですよね。あるいはスバルの車好き好きたまんないっていう人をスバリストって言う。例えばスカイラインとかもそうなんですけど、日産のスカイラインはスカイラインがもう好き好きたまんないっていう人は絶対いるし、GTR っていう車があるんですが、あれを好きですけどたまんない人はたまんないんですよね。だから例えば柳瀬とかのお店に行くと、例えばそのメルセデスのなんかディーラーの人と話をすると、なんかおじいちゃんがメルセデス乗ったからお父さんも乗ってて、息子も乗ってるみたいな感じです。結構痛いとかね。だからメーカーさんにとってみて、一番なんていうんですかね、効率的っていうか、一番重要なことは固定客をつかむってことですね。だから CRM とお客様との関係を構築するってことなんで、別に何も難しいことなくて、例えば身近な例で言うと、皆さん美容院とかね、散髪屋さん行くと思うんですけど、結構手紙来たりとかしない？で、そろそろ髪を切らなくちゃとか、今年はちょっとパーマが、こんなパーマが流行ってますみたいな感じでね、それも一つの CRM の戦略なんですよね。ですからCRM はお客様との関係を築くことだっていうことを覚えておいてください。で、 SCM はこのサプライチェーンマネジメントということで、まあ、今回 その震災でね、東北の方のいろんな企業は大打撃を受けて、自動車メーカーの生産が止まったのはサプライチェーンマネジメントが極めてうまくできたからね、止まっちゃったんですよね。でも全部その部品が入らないともう車が完成できないみたいな状況になってて、半導体もなんか同じようなことが起きてるらしいんですけど、まあ日本は思わず想像以上にサプライチェーンマネジメントの仕組みが非常によく進んでいたっていう話になります。で、これに関してはね、ちょっとたまたま画面上で言うとですね、今画面を出してますけども、この電子商取引の事業の中のね、これをちょっと見てください。 KRC の DP の2004の3の PDF ってこのファイルをちょっといただいてください。2010っていうフォルダーの中に、こういうものがあります。で、これね、まあ、私いろんなところでいろんなプロジェクトやってるんですが、もしかしたらこれぜひコピーして持ってっていただければと思うんですが、環境イノベーションの事例分析と企業競争力の影響の類型化ということでですね、ペーパー書きました。
でこれ非常に面白い、何が面白いかっていうと環境コストはどうですかみたいな話がわーっとあるんですけども、ずっとねこの辺わーっといくと、この辺ね経営に興味ある人ぜひこれこの論文ぜひ目通していただけたらと思うんですが、ずっといくとですね製造業の話とかあるんです。これです、佐川急便ね。佐川急便はサードパーティーロジスティックスっていうね、3PL っていうんですけど、サードパーティーロジスティックスっていうのはいう仕掛けを作ってます。でこれもねいわゆるサプライチェーンマネジメントの中の非常によくできた例です。これ結構欧米のビジネススクールの教科書とか見てるとね結構紹介されてますよ、一つの成功事例ということで。でこれどういうことかっていうと、佐川急便って倉庫持ってるじゃないですか、でっかい倉庫ね。そうすると例えば皆さんが本を注文するでしょ、絵本とかなんか本を例えば注文したとします。例えば何て言うんですかね、アメリカの例えば会社にアメリカの本を注文したとした場合に、今までだとそのアメリカの会社から本を在庫がある本をね航空便で送って持ってこないためだったんですよ。でも佐賀サードパーティーロジスティックスは何したかっていうと、自分の営業所に印刷機をつけた。そうすると注文を受けると、例えば私が京都に今住んでますけど、京都でアメリカの会社に本の注文を受けるとすると何が起きるかっていうと、アメリカからその本が送られてくるんじゃなくて、私の近所の佐川急便 の倉庫に印刷機があって、そこに印刷機が回されて印刷したものが手元に届くとかね、まあ、ちょっとこれは極端な例ですけど、なんかそういったような仕掛けを佐川急便は作ったんですよ。だ物流機能にインテリジェンスっていうかね、その頭脳を持たせるみたいなことをやって、非常にこれ脚光浴びてるシステムなんで、ぜひ見てください。これまた非常にねこういうねSRC を利用した商品の流通みたいな感じでありますんで、ぜひまた目を通していただけたらというふうに思います。はい、で一応流れとしてはその経営情報がどうこうで CRM と、もう一回お手元 の資料に戻りますが、企業 の経営情報がどうこう、 SCM 効率で、あと9ページのところですけど、インターネットショップね、インターネットショップ、これも去年大々衝撃的なことが起きましたね。去年の夏むちゃくちゃ暑かったじゃないですか。外出るのも大変、もうなんかもうとにかく暑くて何もする気は起きないということで、去年の夏のキーワード、一つのキーワードはおこもり消費っていうんですかね、みんな引きこもり消費っていうんですかね、家でクリックして注文をすると、でご当地グルメを頼むと。でインターネットで注文した方がなんかね安くて美味しいんですよね。なんか安くて美味しいものが届くってことがどうもみんな分かっちゃったみたいで、去年のその夏を境にインターネットショップ市場は急速に成長しました。でそのとばっちりっていうか、それによって影響を食らったのがいわゆるね宅配便業者で、去年もなんか事件ありましたけどね、どっかの宅配便業者の配達員の方があまりにも配達するものが多すぎるんで途中で捨てちゃったっていうような事件が起きましたけど、もう利益なき繁忙ですよね。とにかくもうなんか最近なんか宅急便の人と会って話をするとみんなもう疲れ切った顔してますよね。あまりにももうこれ以上こんなに走り回らせないでくれよと思うぐらい、宅急便の子も走り回ってるんですけど、なんかみんな一様になんか疲れ切った顔してるのがちょっと気になるところなんですが、まあインターネットショップはかなり劇的に変化をしてます。で楽天もすごい勢いで今伸びていってますし、うちのゼミの卒業生何か楽天入って頑張ってますけど、海外でもねこう展開するみたいな感じで、いろんな話が、出てきているのは事実です。あと7番目、情報通信ベンチャーね、ベンチャー企業どんなものがありますかっていうことで、いろいろ考えていきたいと。あと情報セキュリティですね、セキュリティの、どんな例えば情報セキュリティを破る方法があるんだとかですね、なんかそういった話をして、で9番目に、今後の情報化と、指揮たし社会といったような形で、進めていきたいというふうに思ってます。であとこの試験問題ということでね、一応ごめんなさい、流れとしてこう1から9までの流れプラス、あともう一つちょっとやろうと思ってるのは、私立命館大学の、ね、ビジネススクールでも時々教えてるんですけど、 MOT ってあるんですよ、技術経営ってあるね。で何人か、例えばもしかしたら大学院でその経営系に興味がありますよっていう人がいるかもしれませんが、
ちょっとね、あの宣伝をするとね、MOT ってあるんですよ。あのマネジメントオブテクノロジーっていう概念があって、あのそこ面白いですよ。京都だとね、関西だと立命館頑張ってるんですけど、ここでね、足時々話をしてるんですよ。MOT ってなって。MOT の立命かな、立って多分出てくるかな。MOT 立命館。ね、立命館大学、MOT 大学にテクノロジーマネジメント研究科って技術系です。で、これ、この授業で、IT 選択っていう、ね、授業をやってて、で、まあ、そこで何やってるかってワークショップやってます。で、大学院生の人って言っても、ほとんどみんな社会人の人なんですけど、それこそ村田製作所さんとか、任天堂の人はいなかったな。あと、オムロンとかね、三菱電機さんとか、松下っていうのはパナソニックですか。なんかその辺の企業の、まあ、方々、ね、40前後のバリューやってる方々が、まあ、受講しに来てるんですけど、そういった人たちを集めて、IT 戦略、ね、IT 使ってこう戦略を組みましょうみたいな感じの、集中講義をやってます。で、その集中講義に時々ね、その電商取引のメンバーもね、何人か、ね、希望者集めて連れてたりとかして、結構院生のそのおじさんとかとみんな長くなっちゃったりしてるっていうこともあったんですけども、まあ、もしかしたら今年もある、もしかしたらやるかもしれないですけど、まあ、それで、それをね、ミニワークショップっていうことで、この受講者のメンバーを対象に、ミニミニ戦略を作りましょうみたいな感じのワークショップもやってます。で、具体的には、どんな感じのことやってるかっていうとね、一応その、これを M ドライブにアップしてますけど、みんなが作ってもらったやつなんですけど、この辺ですよね。円環任せトータルプランとかね。例えばこんな感じで、円環任せトータルプランってネットで墓参りとかいう感じで、こういうね、戦略を組みます。で、戦略を組んでコンセプトをまず作ってもらって、で、会社はどんな会社作りますかって、要するにみんながそのベンチャー系、ベンチャー系をする人になったようなイメージを持ってもらうんですよ。で、会社概要、こんな感じの会社概要があって、顧客ニーズ、ノウハウ、事業ドメインはどうしますかっていうのをやって、で、スロット分析ってあるんですよ。これ強み、弱み、オポチュニティと、あと脅威みたいな感じでね、結構有名な分析手法があるんですが、強みと弱みと、機会とね、脅威をこうどういうふうにして何があるかっていう話をして成功要因で IT 戦略どういった感じで IT 戦略考えていきますかみたいな感じのものをこうプレゼンをしてもらうようなね、なんかそういうのも2コマぐらいね使ってやってたりとかしてます。ですからこういうね、IT 戦略とかあとポイント制出会い系でこれなんか出会い系サイトやってる子がいたんですよね。なんかねすごいなと思ったんですけど、でポイント制の出会い系のサイトを家違いますとか言ってね、出会いですとか言ってこんな感じでやってくれた人がいて、で成功要因とか言って、でどんなコンセプトがありますかっていう感じで会員登録が店舗で行うとかいう感じで、この事業ドメインとかですね、スロット分析、IT 戦略みたいな感じで、ベストランドとかいう名前でね、なんか彼が作ってくれるっていうか、あくまでコンセプトですけど、なんかそんな授業も、やってます。ですからこれまさしくMOT のね、大学院の授業の流れ のエッセンスが入ってるんで、これまた結構結構みんなからなかなか面白かったって話は聞いてます。で実際に KJ 法って言ってその、ね、紙作って手だったら紙貼ってみたいな感じのことも授業の中でやってってもらっています。ですから一応授業の進め方としては大体そんな感じの流れあるんですが、あとまあ試験問題ということでね、いくつかありますが、トピックっていう例さえ体験が伸びないからどうすればいいかっていう話とか、自動車の販売促進はどうすればいいかっていう話とか、まあ、ホームページに関しての企画書提案書をしなさいよっていうふうに言うと、結構スタイルアルバイトしてる、ね、今先ほどおわれましたけど、スタイルアルバイトしてるっていう学生が結構多いみたいで、よくよく聞いてみると、スタイルアルバイトすると、レンタルビデオが100円で借りれるんですよね、確か、アルバイトしてる人は。私もアルバイトしようかなと思った時期もあるんですけど、ね、ツタヤでこれをこうもっとこういうふうにした方がいいとか、あるいはその数年前ですけど、ツタヤこのままでいくと潰れちゃうんじゃないかとかって真剣に心配した受講生がいたんですが、どうもなんか潰れそうもないですよね、ツタヤね。でなんでそのツタヤが潰れないのかっていうことを分析してみるとか、結構ね内容的に面白いものたくさんありますよ、色々と。ですからその辺を含めて試験問題を作っていっています。よろしいでしょうか。であとまあバーッとどんな感じかというと、ページをバーッとめくっていただいて、20ページ、まあ、第1章伝承取引ということで、
伝承取引の話をやりますし、でこの絵はね、ちなみにそのこれも卒業生に描いてもらいました。ドラえもん研究家の、常松さんっていうね、遠慮に来た入った女の子がいるんですけど、彼女結構イラスト描くの好きだったんで、この辺のイラスト全部ね常松さんが描いてくれたイラストです。で、まあ、26、27とか、まあ、これ今日はもうこの辺もバーッと飛ばしますけど、 IT 革命の話とか e ジャパン構想の話で、まあ、33、34、35、36あたりで、話をしてたりとかしてます。で、44ページ企業の IT 化、ね、どういうものがありますかという機関系システムの話も重要としますし、44、45、46、46、48、49、50、51とかいう形で、この例えばちょ若干ちょっと難しいんですよ。59ページのところで、クリティカルサクセスファクターっていうのがあるんですけどね、この重要成功要因とかっていうのがあるんですけど、まあ、この辺の話をちょろっと説明したりとかしてますし、あと63、64、67ページですね、データベースマーケティングの話です。で、一番有名な話は67ページの、ね、下の方にちょっと書いてますけど、 BMW っていう会社があります、自動車のね。で、彼ら実はすごいことを見出してて、1990年代の後半ですよ。まだみんなインターネットは今ほど爆発的に普及する前に、BMW とかインターネットホームページを立ち上げたんですよ。で、立ち上げて、アンケートに答えてくれたら、BMW の車をプレゼントっていうキャンペーンをしたんですね。で、そうすると何が起きたかっていうと、みんなわざわざその住所とかね、電話番号とか全部書いてくれたものを打ち込んでくれたんですよ。ですから、まあ、例えば100万人ぐらい打ち込んでくれても、100万人打ち込むと、まあでも1台だけだったら全然安いコストですよね。しかも打ち込みのコストもかかんない。お客さんが全部、例えばわーって打ち込んでくれるから。で、これで BMW 社って莫大、膨大なデータベースを作って、で、BMW に興味を持ってる人を集中的に、マーケティングをするっていうことをしたんですよ。で、そうするとね、何が見えてきたかっていうと、本当は BMW 欲しいっていう人は、実はあまりお金も知らないと。そうするとその人たちが買えるように、例えば残価設定ローンのね、昔お兄貴さんがやってましたけど、安く買える方法をしたりとか、あるいは月額1万円のローンで、例えば BMW 今やってますけど、ね、A1 っていう車があるんですけど、それ乗れますっていうキャンペーンやったりとか、なんかそういう感じの、ね、戦略を打ち出しました。あとこれでもう一つ有名なマーケティングは、全日空がね、非常に素晴らしいマーケティング手法をやってます。で、全日空さんは一つ成功したマーケティングがあって、50人に1人タダにしますっていうキャンペーンやったんですよ。で、50人に1人ね、要するに空港、毎日そうデータベース全日空さんを利用する人はいるんですけど、毎日トータルで何人か人が利用してるんですけど、50人ごとに、あなたの航空運賃をタダにしますよってことです。で、これ実は一つの大きなポイントで、50人に1人、割引くっていうことは、要するにどういうことかっていうと、ね、2% の割引なんですよ。だからみんな個別にバラバラに1万円の航空運賃を、200円割引きますよっていうんじゃなくて、1人から200円ずつをこう蓄積していって、50人貯まった段階でタダにすると1万円ですよね、同じ割引の原資としてはね。で、そうすると何が起きたかっていうと、ね、みんなこぞって全日空乗ったんですよ。それで全日空のこれ担当者の人に聞いた話なんですが、これなんか本にもなったと思いますよ。なんか4億円か、ね、5億円ぐらい、ね、増収っていうか売り上げが伸びたそうですね。ですから50人に1人ってのは非常に実は大きなポイントで、100人に1人だと、ね、当たんないかなと思うんだけど、50人に1人だとなんか当たりそうじゃないですか、なんとなく。ですから50人に1人の法則とか、なんかこれを使ってなんかマーケティングのなんかコンセプトをしている人もおられるそうですね。で、あと天下茶屋の話もしますし、あと有名なおたふくソースの話ですね。この68ページ、営業マンとしておたふくソース、この前、これ結構ね、なんだっけ、おたふくソースはこの前、何でしたっけ、敵対的回収っていうんですか、MBO っていうんですか、マネジメントバイアウトとかいうのがあるんですけど、それを防衛したんですよね。要するに お好み焼きソースは関西人の宝だみたいな感じで、外資系のファンドかなんかがそこを買うとか買わないとか話した時に攻防したんですよ。戦って、守り抜いたんですね、会社を。それで結構有名になった会社なんですが、おたふくソースのシステムの話とかも、出してます。で、あとまあコールセンターの話もあるし、コールセンター69ページちょっと書いてますけど、コールセンターの話面白くて、例えば今皆さん
ね、東京駅とか電話するでしょ、あの駅の構内教えてくださいとかで電話すると、教えてくれてる人は東京駅にいないんですよ実は。っていうかまあ有名な話ですけど、その東京にいるとコストがかかりすぎるのね。だから注文を受け付ける人は東京駅にいなくて、みんなどこにいるかっていうとね、結構ね宮崎とかね、あと沖縄とか、なんかそういうケースが多いみたいです。で沖縄は結構コールセンターがたくさん出てきてて、もう沖縄で暮らしたいけど結構たくさんいるみたいだから、まあそういった人たちがコールセンターの事務を、まあ、代行してるっていうかね、まあ、生活費も安いしね、なんかそういった形でそのコールセンター の, 興味深い使い方っていうのは一つの手じゃないかなと思います。例えば一つ思う、デルっていうコンピューターがありましたね。これもね面白い、 www のねデルっていうね、こうデルコムね、デルコムって呼ばれるでしょ。デルのこうサイトが出てきます。で、デルコム JP かな、日本は多分ね JP だったらデルコム JP だと思うんですけどね、デルの公式サイトジャパンとかにこう出てきてて、でプレミアムログインとかはずっとあるんですけど、アウトレットとかいうといくつかあるんですけどもね、で正企業情報、採用情報とかこう出るんですけどね、成功とかいう感じであるんですけど、これどこだっけな、デルについてとかセミナーイベント情報とかってあるんですが、デルの場合今実は本拠地っていうかね、コールセンターとかほとんどの会社関係の施設は実は宮崎にあるんですね。ですからデルってなんかコンピューターメーカーだから、デルに就職すれば東京で働けるか働けるかなと思ったら、実はそんなことなくて、結構ねこの辺全部電話番号こう044、これは横浜の番号なんですけど、この辺のコールセンターとか全部ね実は横浜じゃなくて宮崎にあるんですよ。ですからとにかくその安いとこで、まあ、コストをちょっとでも削減っていうね、そういった努力が今見られています。よろしいでしょうか。であとね、まあ、若干これ聞いた話なんですけど、結構メーカーさんの工場とかが今ね九州にどんどんシフトしてってるらしいですね。で九州やっぱりその大規模なお客様がやっぱり、中国とかあるんで、九州での大学の採用人数が増えてるそうです。でこれ立命館太平洋大学の先生が言ったんですけど、 APU ってありますけど、随分採用のね情報がたくさん寄せられてるそうですんで、もしこの中で九州出身の人がいたらね、ぜひ九州で働くっていう選択肢もお考えになると結構いいのかななんて思いますよね。はい。で、あとその、どんどんいきますか。71ページ、経営情報かどうかの SCM、ね、サプライチェーンマネジメントの話もありますし、この辺はまた後々やっていきたいと思います。インターネットショップの話もあるし、あとそのインターネットショップも、これもちょっと非常に原始的な方法なんですけど、検索エンジンにね、引っかかるためにはどうすればいい方法だとかね、なんかその辺もちょろちょろっと書いてます、ね。83ページのところで書いたりとか、あとセキュリティの話とか、あと情報通信ベンチャー企業動向で90ページですね、なかなか日本は情報通信のベンチャーが少ないですよねっていう話をしたりとか、あと、セキュリティの話がいくつかあって、第8章98ページですね、セキュリティの確保っていう問題があって、で、あと個人情報保護法の話をしてます、103ページの場合ね。で、あとパソコンはどうなんですかっていう話とか、してまして、で、まあ、105、106、107、108っていう形ずっと流れてるんですけども、ユビキタスですね、112ページ、110ページで、ユビキタスっていうことでは今一番有名なのはイコカとかスイカ、電子カードですね、IC カード、皆さんお持ちだと思うんです。今日来る時もピッとか言ってみんな普通に来てると思うんですが、あれもう結構小学生ね、電車、阪急電車で通学してる小学生とかは、お父さんお母さんにね、今この駅をこの人が通過しましたみたいな感じの情報提供するようなことがされてますけども、まあそういうイコカとかスイカとかの、まあ、そういう情報をね、吸い上げるっていうか出すような話も出ているかと思います。で、ユビキタス社会の話があって、いつでもどこでもネットワーク社会を作るっていう話が、出ていまして、これ110、111ページ、112ページですね。
で、指ひたすがどうなってきますかということで、116ページあたりもやってますね。この辺もぜひ皆さんと考えていただけたらというふうに思います。で、あと電子タグの話とかね、まあ、アスクルの話さんもいろいろとちょっとご紹介していきたいなと思うんですけど、そういういろんな情報がありますので、それも含めて、紹介していきたいというふうに思います。あと122ページね、セカンドライフのリンデンラボの本社の話とか、 Google 本社マウンテンビューの話とか、あと中国では YouTube がね視聴できないっていう話とかも出してますし、で最後、このね127、128ページあたりはインターネットショップっていうのがあります。で、このインターネットショップの、話を、こちらの方で、インターネットショップで年商をすごい上げた人がいるんですが、まあ、その人の、まあ、いろんな意見の紹介をしたりとかですね、してます。ですから流れとしてはね、結構非常に盛りだくさんの内容になっているので、ぜひ自分自身が、興味があるものをね、ぜひ興味を持っていただいて、それで、その部分を追求していっていただけたらなというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあいいですかね。今日まだあと残り時間若干ちょっとあるので、早速ですけどやっていきたいと思います。ページ数でいうと、12ページ上げてください、ね、情報システムの基礎用語ということで、左の5区の説明文を右から選んでくださいということで、これをですね、今からマイクを回しますので、順番に1人読みながら、例えばじゃあ松村さん、生徒の松村さんやってくださいって、 CAD ってどれですかって、 CAD うーんって書いて、コンピューターエディドマニュファクチングことで CAD 等のコンピューター作成した生産データをデータ信号で制御される生産機関に送って生産を行うシステムという形で答えてください。これをやってください。ですが、今からマイク必要でズワッと回してきますんで、例えば12ページや12ページの中の左と右をくっつける作業を順番に、時間がね、今私の手元の時計で10時10分なんで、20分まで、あと15分、25分までかな、25分ぐらいまで、それをやって、まあ、できるところまでやりたいと思います。で、その間にですね、あと最後の5分はね、一応これ後から来た人もいますから、もう一度説明しますが、この裏紙にですね、学籍番号を書いてください。まず学籍番号とお名前と、あと PC のメールアドレス、別にパソコンでもいいですけど、ごめんなさい、携帯でもいいですよ。携帯だと多分跳ねられちゃう可能性がありますよね、そのキャリアによってはね。 で何を書いてもらうかっていうと、まあ、なんでこの授業を取ろうと思ったかっていうね、その熱い思いを書いてください。そうすると私もなんかそれに何とか答えたい、まあ、お手紙だと思ってください、ね、なんでこの授業を取ろうと思ったかとかね、あるいは、何をしたいかとかね、なんかその辺を適当に書き連ねていただいて、で最後、これを提出してお帰りいただければというふうに思います。ですから、まあ、それを書きながら、ね、ちょっと忙しいんですけど、今から順番に前からマイク回していきますから、まず12ページの部分からやり取りをしていこうということを考えています。で、来週はね、来週は、多分何をするかって、多分これの続きもやりますし、あとね、自分の一押しのサイトをみんなに紹介してください。それ結構面白いんですよ。一応みんなでマイク回すんで、僕はこのサイトが一番面白いと思う。ね。で、それはなぜそうなのかっていうのを、一応みんなに、皆さんの画面の情報をですね、真ん中のディスプレイに転送できるんですよ。だからそれでわーっとマイク回してきますから、自分が一番面白いと思うサイトをね、でそれはなんでそう思うかっていうのを来週ちょっとやってみようかなと思うんで、でそれとその再来週からプレゼンを始めたいと思うんで、来週のその授業時間内にぜひまず一番最初のトピックは一応この流れにも基づくと電子商取引の概要概説とか、いわゆるまあ一般的な話ですよね。いわゆる電子商取引というものに関して、IT 革命でも結構ですし、指ひたすでも何でも結構ですし、eJapan でも何でも結構ですから、その辺の、コメントをしていただけたらというふうに思います。よろしいでしょうか。
じゃあ、まあ、あの文章書いていただきながら、あと皆さんのメール、メーリングリストみたいなのを今日、あのまた夜中まで作っちゃって、またメール送りますので、分かりやすいようにね、O とか Q とか Y というかね、結構紛らしかったりするんですが、それをちょっと気をつけていただきながら、始めていきたいというふうに思います。じゃあすみません、さっきこっちから行ったから、こっちから行きましょうか。DTP システムはデスクトッププリプレスのことで、印刷業において印刷の全工程をコンピューター処理するシステム。文字、画像などをデジタル化しコンピューター上で編集を行う。プロダクションのことで、生産現場の情報をリアルタイムで生産管理システムに送るシステム。加工しているもの、作業の開始と終了の時間をバーコードなどで読み取り伝達する。はい、OK です。在庫管理。完成品や、まず在庫管理した在庫管理システム。完成品や原料の出し入れ及び在庫状況をコンピューターで管理するシステム。倉庫間の移動や発注、発注算も考慮したシステムが多い。データ入力にバーコードを利用することもある。はい、どうぞ。生産管理システム、見積もり、受注、生産割当、生産結果等を総合的に管理するシステム、外注管理も行う。生産現場に欄が蓄積され、社内ネットワークで生産指示を出す工場もある。品質管理システム、抜き取り検査、全数検査等、サンプルの取り方や検査の方法は製品や工場によって異なるが、その結果をコンピューターで管理して工程や部品、製品の不良を発見し、不良品の出荷を未然に防ぐシステム。はい、原価計算システム。生産した結果、実際にいくらかかったかを計算。受注生産の場合は個別原価計算、ロット生産の場合は工程別原価計算となる。はい、ありがとうございます。コンピューターエディエット、マニファクチャーリングのことで、キャラ等のコンピューターで制作した生産データをデジタル信号で制御される、生産機械に送って生産を行うシステム。 OK です。はい、今度は13ページに行ってください。代金決済にクレジットカードを多く利用される店舗が導入しているお客様の信用紹介及び予診管理。違います？聞いたことあるんですけど、聞いたことあるぐらいで内容わかるんです。ポイントオブセールス。じゃあこれで、はい、ポイントオブセールスシステムのことで、商品等の販売が発生した時点で販売データを記録し利用可能にするシステム、販売時点情報管理システムともいう。ポイントカードシステム、お買い上げ金額に応じてお客様にサービスポイントを申請するシステム。お客様を識別するためにカードを使用する。商店街等で複数店舗が参加する場合はカード自体にポイントを記録させ、ポイント
残高を表示するシステムが多い。信用紹介システム、時点で販売データを記録し利用可能にするシステム。販売時点これですね、青です。ポイントオブセールスシステムのことで、商品等の販売が発生した時点で販売データを記録し利用可能にするシステム。販売信用紹介システム、これどこからですか。わかった。お買い上げ金額に安田ポイントがあるし、どういうことですか。自分様が一番難しいやつが来たな、これ。7割ぐらい。代金決算にクレジットカードが多く利用される店舗が導入しているお客様の信用紹介および予診管理システム、代金請求の機能も組み込まれている場合もある。はい、今度は顧客情報システム、どうぞ。お客様に、お客情報システム、お客様に直接販売を行うシステム、お客様情報をもとにダイレクトメールを出し、システムだけではなくインターネットのホームページや電子メールと全体で連携したシステムもある。違いました。マジで。あ、販売促進やチャンダイジングに利用するため、お客様の属性やお買い上げデータを、蓄積するシステム。知ってる？売掛金、買掛金って言うんですけど、知ってるって言った。はい、どうぞ説明して。売掛金は、売掛金は、信用取引みたいなもので、月末で金額を、先に付けで商品を買ったり売ったりすること。あの、売りかけっていうのはね、売るでしょ。物を売って、売ったんだけどお金が入ってくるの、後にならないと入ってこないって。で、買いかけって物を買ったんだけど、お金後で払うっていうことですね。だから、あの、結構ね、あの、よく、サイトっていうんですけど、支払いまでの期間がね、結構、あの、長かったりとかするんですよ。で、例えば大手ゼネコンさんとかの仕事、あの、中小の建設会社さんが受けるでしょ。で、仕事やったんだけど、お金が入ってこない。3ヶ月後とかさ、半年後なんてお金が入ってこない。意地悪されてるって変な言い方ですけど、あの、そういうことを売りかけ、買いかけっていうふうに言います。ですから、よくある黒字倒産っていうのは、売上が上がってんだけど、お金が入ってこないから、次のものを購入できなくて潰れちゃうとかね。なんかそういうことがあります。はい、次の方、どうぞ。ダイレクト販売システム。ダイレクト販売システム。お客様に直接販売を行うシステム、お客様情報をもとにダイレクトメールを出しシステムだけでなく、インターネットのホームページや電子メールと連携したシステムもある。はい、はい、ありがとうございました。一応ね、あと残り時間10分ちょっとなっちゃったんで、ここまでにしておきます。ですから、あの、続きはまた来週ね、来週やりたいと思いますんで、まあ、今日ちょっと後から来た人もいますけど、一応基本的には、あの、この授業は参加型の授業を考えています。ですから皆さん の、 あの、積極的な参加を期待しています。で、あの、まあ、あの、ビデオとかでね、あの、撮るのが嫌だっていう人はぜひ、あのメガネ、変装グッズ持ってきてください。帽子とメガネかぶって OK なんで、変装グッズをかぶっていただいて、で、これ意外にすごくね、あの、後々は意外に評判が良くて、何がいいかっていうとね、
自分がそっか発表の時に上向くことが分かりましたとかね、目をそらすことが分かりましたとか、前向いてませんねとか、その自分 の発表の予想の弱点をね、実はみんな知っていただくっていうね、そういう大きなメリットがあるんで、ぜひ積極的に発表していただけたらと。来週発表する人を募集しますんで、まあなんかそんな感じで楽しく、皆さんと眠たくならないような感じでね、どんどん意見情報交流ようなする感じで、進めていただけたらというふうに思います。よろしいでしょうか。じゃあすいませんが、この紙にですね、あと残り時間ありますけど、一応これ今日はここでやめようかなと思うんで、学籍番号と名前と、あと、お名前とですね、E メールアドレス、分かりやすく書いていただいて、あとコメントでも意見でも、こんなこと取り上げてほしいとか、こんな進め方してほしいとかも含めて、言ってください。あとこれ結構まだ余ってるんで、もしなんか友達にあげたいなっていう人がいたら全然持っていってたら結構ですんで、お持ちいただければというふうに思います。では、来週またお会いしましょうということで、今日はおしまい。お疲れ様です。